ハロー YouTube! 下根司のニュースの猫側にゃ。今日もね、どんぶか読みニュースをお送りします。明治の新政府ができて間もなくの話。16歳の少年明治天皇が、わがままをして、元君たちの言うことを聞かない状態になった時に、そこに西郷隆盛が現れ、そんなことでは、また昔の身分に返しますぞ。と一括し、天皇はおとなしくなったというワンシーンがあったそうです。また昔の身分に戻しますぞ。この謎の言葉にまつわる古べっき写真の謎に迫りたいと思います。正式名称、古べっき群像写真、こちらなんですけども、これはですね、オランダの宣教師、グイド・フルベッキ、ある意味、フルボッキさんが、はい、これはダメですね。44名の武士の集合写真なんですよね。そして、この一見何の変哲もない、この写真なんですが、実はここに写っているのが、幕末の志士たちだったという話なわけですよ。そして、この中にはいろんな人物が入っているのだが、後の明治天皇もこの中に写っているのでは?というふうに言われているわけですね。後の明治天皇ということは、孝明天皇の息子、睦仁親王がここにいるという話なんですが、こんな下級武士たちと一緒に写真に写るわけないですよね。でもここにいると言われている。それはなぜか。それは、睦仁親王とここにいる後の明治天皇は別人だという話なわけですよ。鎌倉時代に天皇家は兄弟争いを勃発してしまいました。この兄弟争いは日本全国を巻き込んだものになっていき、北朝と南朝という二つの系統を作ってしまったのです。以来数百年この状態続いていましたが、足利義満のもと南北朝合体という形で天皇家は一つに戻りました。ただこの時に南北に分かれていた数百年の間に各地にいろいろな落とし種ができてしまったという話、そしてそれから幾とせ時代が過ぎて幕末長州藩の吉田松陰は南朝正当性を訴える最先鋒でありました。天皇家の南朝への回帰作戦というものが長州で行われていたという話なんですよ。そして先ほどの古べっき写真に写っていた一人の青年、その名前は大室虎之助と言います。彼は南朝後醍醐天皇の末裔である大室家の子孫であり、毛利家はこの大室家を長年かくまっていたというふうに言われているわけですよ。南北朝の落とし種をかくまっていたのは長州藩、毛利家だけではありません。実は水戸藩にもいたというふうに言われているんですね。こうしていつか何かことが起きた時に、この南朝の天皇を担いで何とかしてやろうと思っていた藩がたくさんいたわけですよ。その中の一つがこの長州藩であり、薩長合同の権力によってこの南朝天皇が返り咲いていくという物語、それが明治維新の正体だったっていう話ですね。よくですね、明治維新が外国勢力のクーデターだったんじゃないのかという話があるわけですよ。まあそのことは私は否定しないんですね。なぜなら薩長は彼らの力を利用したが、逆に海外もこの薩長の力を利用した、お互いにウィンウィンの関係だったわけですね。当時英国は中国をアヘン戦争ね、アヘンによってね、我が物顔に支配していました。そしてこの莫大なお金を持っていたわけですよね。この莫大なアヘンマネーを利用したのがこの薩長連合だったわけです。そしてこの長州の下級武士たちが錦の御旗を政治利用して、そしてこの南朝の隠し種である大室虎之助を利用して明治維新という幕府解体に突き進んでいったっていう話でございますね。そんなわけでね、まあ、いわゆる世界中で起こる革命ってあるじゃないですか。あれ全部ね、民衆たちの正しい心で導かれているかって言ったらそんなことはないわけですよね。例えばフランス革命もアレメーソンが陰でね暗躍してますし、アメリカ独立戦争だって同じこと。今回のこの明治維新も、まあ、革命と同じなんですけれども、もちろん外国勢力が絡んでいるわけですね。っていう、まあ、背景がまずあるとして、じゃあこれね、本当にね、この大室虎之助
と孔明天皇の息子は違う人なのかっていう話なんですけど、まあ実はですね、睦仁親王時代の明治天皇の面影を見たことがある人物ってすごい少ないって言われてるんですよ。ただ彼はもちろん、まあ、貴族中の貴族だったわけで大事に育てられていたわけです。もちろんですね、ほっそりとした弱々しい公家姿であったというねことを言っている人がたくさんいるわけなんですね。明治天皇に即位して以降、彼は民衆の前に姿を現すことが多くなりましたが、民衆の前に姿を現した彼は90キロもの体重があり、筋骨隆々、力自慢で乗馬を得意とする怪談児に生まれ変わっていたわけです。これは幕末からこの明治維新に際してビルドアップしたんでしょうか、そんなことがあるんでしょうか。また明治天皇といえばヒゲですけれども、彼の主治医の証言なんですが、頬に顎にですね、疱瘡の跡があったというふうに言われてるんですよ。大室虎之助は少年時代非常に貧しかったと言われてるんです。だからこの首都を受けられなかった疱瘡の跡がある。いかがでしょうか。鳥羽伏見の戦いでもこの明治天皇はたくましい馬上の姿を表し、大声で号令をかけたと言われております。長年貴族として暮らしていた親王がこんなことできるんでしょうかって。明治天皇は西郷隆盛を非常に慕っておりました。晩年も陳を本当に思ってくれていたのは西郷ただ一人であったという言葉がありました。西郷隆盛の最初の言葉、元の身分に戻すぞ、こんなことを言ってくれる人は西郷隆盛だけだったんですよ。そして明治天皇は少年時代の大室虎之助の記憶を非常に強く持っていて、本当はあの頃楽しかったって思っていたわけですよ。このね、古めき写真に写っていた少年が後に明治天皇になっていくという、ある意味でシンデレラストーリー。ただしかし彼は晩年少年時代のことをずっと思い出していたっていう、ちょっと切ない話になってきちゃいましたね。最後にですね、貴重な写真らしいんですけど、1872年にオーストラリア人が撮影したこの写真、僕この写真めっちゃ好きなんですけど、これね、明治天皇ご一行を無断撮影して、そして検閲を逃れて海外に持ち出した非常に貴重な写真なんですよ。これ見てください。真ん中に明治天皇鎮座してるわけじゃないですか。めちゃめちゃ浅黒いんですよね。本当に睦仁親王なんでしょうかってことなんですよね。貴族って日に当たらないからめっちゃ色白いはずじゃないですか。いかが思いでしょうかっていうことですよ。これね、あれじゃないってことを僕は思いますけども、皆さんいかがでしょうかと。まあね、そう、これが誰かはともかく、この白装束ってめっちゃかっこいいなと思うんですよね。なんかこう、みんなスーツ着てるじゃないですか。スーツ着てる中で一人だけ、まあもう一人自重も着物着てますけど、かっこいいですよね。やっぱりこうやってたまには着物着たいなって僕思いますけども、皆さんいかがでしょうか。今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。昔から結構仏教に興味があって、僕晩年はねちょっとお坊さんになって暮らしたいと思ってるんですけども、そんな中ね、いろんな本読んでるわけですよね。で、こう仏教っていう、まあ根底に流れる由意識論っていう考え方があるわけですよ。その認識のこのね、すべては幻に過ぎないかもしれないみたいなことを考え始めたら、ちょっと悲しくなってきちゃうわけですよね。マジみたいなね、これを見ているあなたもそうなのかなみたいな、そんなわけないんですけど、まあそういう考え方があるわけね。まあそれでまあこう、いろいろね、本読んでたら、まあ読めば読むほど、すごい儚くなってきちゃって、安入いお味噌ちゃんになりつつありますので、誰か抱きしめてあげてください。誰も抱きしめてくれないから、自分で抱きしめたろ。お疲れ。いや、昨日ツイッターフォローしてくださいって言ったらね、昨日120人ぐらい増えまして、本当ありがとうございますね。年内1万人目指しますので、ツイッターの方もよろしくだぞみんな。やっぱりね、こうやって口に出すことって大事だなと思う。口に出すとね、現実化していくっていうね、ことをね、最近気づきましたね。ということでね、お味噌ちゃんの肌は今後一切荒れない。もう荒れ始めてる。ってこと。お肌は小悪魔。誰の言うことも聞いてくれない。ってこと。